続いてこちら19年前、福岡県内で相次いで3人の女性が殺害された事件の被害者の一人です。命日の今日、福島さんの父親が変わらぬ娘への思いと心境の変化を語りました。自分の中でも考えが変わったっていうか、福島俊博さんは娘が殺害された場所に今年も訪れていました。娘の恵子さんは19年前の1月18日、職場のあった福岡空港に出勤中、見ず知らずの男に刺されて亡くなりました。恵子さんは仕事をしながら客室乗務員を目指していました。あそこに座ると飛行機が飛ぶのが、また着陸するのが本当見えるんよね。将来の夢とか目標を一緒に語ってもらうといいかな。俊博さん夫妻は事件後、現場の公園にベンチを寄贈。そこには家族になぞらえた3本の桜が植えられています。毎年俊博さんは当時恵子さんが勤めていた航空会社の社員らとともに、恵子さんが歩いていた道をきれいにしています。みんながね、こうやってしてくれとるというのはやっぱ言いたいね。恵子がつなげてくれとるんじゃないかなって思いますね。春、公園には満開の桜が咲き誇ります。